流れはもう浅井にはありませんか。はい。正直ですね。恐れながら織田に戻られるのが自然の流れかと。いいえ、夢から覚めたくないのです。あなたも高虎も浅井の兵たちも、そして長政様も、すべてが歌方へと消えてしまいそうで。すごいと思いませんか。長政様はあのお兄様相手にたった一人で戦ってあと一歩のところまで追い詰めたのですよ。私はそんな長政様の妻であることが本当に誇らしいのです。もう少し夢を見させてください。もう少しだけ長政様と一緒にいたいのです。はっ。